じゃあ君にしよう。あ、いい剣持ってるね。よし。おパンツー。いい名前してるわ。俺の心が汚れてるから、ああ、読めるだけの可能性はあるな。本当はそういう意味じゃないんです、愛の戦士さんみたいな感じだったらどうしよう。俺の心が汚れすぎてて、あれがおパンツーに見えてるだけかもしれない。いや、でもあれおパンツーでしょ。絶対。俺の心汚れすぎてるだけだったらどうしよう。これ下履いてないですよ。絶対。絶対下履いてないか履いてても、パンツが見えるポーズしてくるに違いないって。OPN2 は、おパンツじゃないの？おパンツじゃないの？どうなの？おパンツじゃないのあれ。あ、拍手してるもん。おパンツで。ほら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 ！ズボンやん。ズボンやん。でも正解で拍手してくれたもん。やっぱおパンツなんだよな、時代は。あー、助かる助かる。ほら見ろ。おパンツやないかい。何蹴ってんだよ、おい。ドイスプレイやめろって。何やってんだよ。パンモロ許せない派の。ナイトさん、パンモロ許せないのかよ。何してんだよ。パンモロ許せないのかよ。合ってるわ。ナイトさん、やっぱ露骨なのは嫌いだからな。やっぱパンツチラってたまに見えるラッキースペースケベがいいパターンだからな。あ、犬が止まった。どうした？初めて見る女の子のパンツに。オオカミくんもびっくり。やっぱな、そうだよな。まあ、脆すぎると逆に萎えるよな。わかるよ。わかりますよ、ナイトさん。その気持ち。自分もわかります。騎士道精神だよな、やっぱり。やっぱ騎士道精神っていうのを大事にしないといけないからな。ドロル騎士剣。ナイトさん。あ、取り足黄金付け。ありがとう。これでルーンがめちゃくちゃ、ガッポガッポだ。すまない。ナイトさん。ナイトさん、分かってくれたからかな。やっぱパンモロは良くないについて分かってくれたから。くれたんかな。同志が見つかったという感じで。くれたんかな。黄金付け。ナイトさん、すみません。よし、行きまーす。もう俺が出会うまでは二人入れないもんな。はい、ローレッタ。バーン！あんまり効いてなーい。そんな、ちっぽけなビーム、当たるわけねえんだよな。まずかわそう。まずかわして、ちょ近づいていく。腐敗飛んできてる。こいつ腐敗すんの？腐敗すんだろうな。腐敗してるってことは。こいつ、この亡霊みたいな見た目のくせに。おめえ、この野郎、あっち行け。おパンツいいぞ。おパンツ臭すぎるって。おパンツが臭すぎるって。それは。おパンツ腐敗してるって。信じてたのに。童貞の夢を。童貞たちの夢を汚すな、おパンツ。女の子ってのはいい匂いがするもんだって信じてるんだぞ、みんな。女の子はいい匂いがしなきゃダメなんだぞ。おパンツからも。やめろって。ダメだって、お前。今童貞たちは夢を失ってるんだ。お前のせいで自分が何をしてるか分かってるのか。おパンツ待て。信じてたのに女の子からはいい匂いしかしないもんなんじゃないのかよ。信じてたのに選ばれし者だったのに。おパンツ、ナイトさん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 、信じてたのに。ナイトさんも、ナイトさん、ナイトさんぶち切れてたやん。ナイトさんがめちゃくちゃぶち切れとるやん。ナイトさん、わかりますよ、気持ちは。気持ちはわかりますよ、ナイトさん。私も、わかりますとも。ナイトさんぶち切れやん。クソぶち切れてたやん。そりゃ切れるよな。ナイトさん信じてきたのにな。自分のその騎士道精神が間違っていたということを言われたんだぞ。